今日はキャッチャー石原とのコンビネーションです。最後まっすぐできました。空振り三振でワンアウト。そうですね、そうやってフォークボールが予想される、かなりの確率で予想されるところでしっかり高めに中軸上位というところがすごいバッターずらりです。打ち取ったあたりはファーストゴロ。今日は伊藤由紀よく打っている柳田、高く上がってライトバックセンター回り込んでセンター掴んで初球、こちらも高くは上がっていますが伸びはないか。今日はレフト阿部です。そう阻止したいなっていう感じですけどね。最後はまっすぐでした。栗原もなんとか進塁打をというところでした。バッテリー許さず、こちらも3年目、こちらは今年支配下を掴んだばかり。バットの先ショートゴロです。先頭バッター早いボールで早い段階勝負に行きました。見逃しの三振で三振早くの3つ目、毎回三振を奪っています。1番センターシュート打ち取りました。セカンドゴロ、スリーアウトです。初回に続いてこの3回も三者凡退のピッチングになりました。バット合わせてきましたがセカンドゴロ勢いありません。ワンアウトです。ランナーを出してからが彼の課題でもあるので、ランナーを出しても粘り強く投球してほしいと話しています。取りに行ってくれましたね。弾いてその後ですね、ナイスキャッチ、ファールチップ収まってこれで三振です。よく反応しました ね、 軽快に体動いていました。これ対柳田ですから本当に価値のあるアウトカウントになりましたね。レフト方向ですがここも伸びはありません。山川2打席連続のレフトフライ、打ち取りました。ファーストゴロ、ワンアウトです。空振りの三振です。2打席連続栗原からは三振を奪っています。抑えました。空振りの三振、連続三振で生じ、この回も三者凡退。バントできた、ピッチャーの前、一塁にトスしました。牧原は球、今度はストライク、三振7つ目、見逃しで取りました。今度は野口さん投げ切りましたね。今の一球は素晴らしかった。これはすごい、センター方向、センター下がる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 、田中和樹抑えました。野口さん、このピンチ踏ん張りましたね。いやー、まあちょっとヒヤッとはしましたけれどもね、いい守備に助けられましたね。味方の攻守、この回は、まあ、2打席目に関してはね、こううまく外してっていう感じでしたけどね。ここも初球ストレート打ち上げてショートフライです。今日は弾き返してセンター前ヒット、先にヒットを出したのはホークス。7回の表、お互いのスコアボードの H のランプが初めて灯りました。レフト方向、高く上がっている、上がっている、レフト下がって犠牲フライには十分。三塁ランナーがスタート、ホークスが犠牲フライでこの7回に先制点。川村優斗にはキャリア初めての打点がつきました。投球最後、回に対しては空振りの三振で3アウトです。これで三振強や